皆さんこんにちは、マリンです。私がですね、キッチンの前でえのきとこちらレタスを持って立っているということは何の動画でしょうか？はい、そうです、料理動画です。イエーイ。はい、今回はマイナス3キロレシピということで紹介していきたいと。今回はマイナス3キロレシピを紹介していきたいんですけど、あのね、マリン日記を始めてから、10本ぐらい動画を上げたと思うんですけど、スキンケアの動画の次に人気なのが料理動画ということで、なんでですか皆さん。ちょっとわからないんですけど、最近ではメッセージなんかでも、マリン日記料理まだですかとか、この前はキノコを使ったレシピをそろそろ教えてくださいハートみたいな感じが来たりとか、ちょっとなんでですかっていう感じなんですけど、こんな至って普通なゆるい料理動画でよければぜひご覧くださいということで、今日もよろしくお願いします。はい、で今日何を作っていくかというと、ここにたくさん材料が並んでるんですけど、私はもう食べることが本当に大好きで、でそんな中でもこう体型維持だったりとか、この日までにちょっと体を絞りたいなみたいな思った時によく食べていた2品を紹介します。で普段から結構気をつけてはいるんですけど、今年に入ってからめちゃくちゃストイックなダイエットをしてたってわけではないんですけど、3キロ痩せていて、で何を食べていたかなとか、その何を食べていたらいい感じやったかなって思った時にこの2品やったので紹介したいと思います。でもね、皆さんね、たくさん食べてくださいね。じゃん、まず1つ目はキノコたちです。レシピの名前はキノコの学校です。よろしくお願いします。で2つ目はレタスと豚肉で、なんかポン酢でレンジでチンみたいな簡単な美味しいやつです。それではやっていきます。最初にレタスと豚のポン酢のなんかのやつを作っていきます。まずなんか入れ物にタレを作っていきます。ポン酢大さじ1、みりん小さじ1、ごま油小さじ1、ごま適当、生姜これぐらい混ぜる。次レタス切る。洗うね、使う分だけただいま。こんな感じに切ったら肉できました。これを耐熱皿に並べます。こんな感じで、前スーパーにこれしかなくて買ったどでかいお酒をかけます。少しこれぐらい、塩も少しかけます。ラップをかけて、でレンジの600ワットで6分ぐらい加熱します。いらっしゃい、バイバイ。次はキノコたちを作っていきます。できた。キノコ作ってるまでちょっと待っといてもらおうか。続いてはキノコのタレをこのまた入れ物に入れていきます。醤油大さじ2、みりんも大さじ2、お酢大さじ2、鶏ガラスープの素みたいなやつ小さじ1、混ぜます。焼いていきます。じゃーん。キノコたちを焼いてる間に煮ます。最初に作ったタレをかけていきますね。ネギ。じゃーん、
める。はあ、美味しそう。じゃーん、2つ目も完成しました。キノコの学校だったっけキノコたちの学校だったっけ。はい、って感じで今回はマイナス3キロレシピを紹介しました。どうでしたか？皆さんもよかったら作ってみてください。でまた感想を教えてもらえると嬉しいです。やっぱりダイエットってこうすぐ痩せたいとか1日何も食べないとかそういう感じに私もね昔はやってしまいがちだったんですけど、体にも本当に本当に良くないし、そういうのって反動で一気に食べちゃったりして結局元に戻っちゃったりとかするので、こんな感じで食べて運動するみたいな感じでちょっとでも参考にしてもらえたら嬉しいです。無理なダイエットっていうのは自分もいろいろ経験してきて分かるので、できればこんな感じで参考にしてもらえると嬉しいです。以上です。バイバーイ。